皆さんこんにちは。本日もポケットモンスタースカーレットバイオレット動画を撮っていきましょうか。そしてようやく最強ジュナイパーのイベントが始まりました。皆さんやっておりますか？どうでしょうか？おそらく大半の方がやっているんじゃないかなと思うんですが、今日の動画の内容としましては追加コンテンツ、こちらに関わる内容を中心に取り上げていきます。ですのでもしよろしければこのタイミングで高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速中身に入っていきましょう。でまず追加コンテンツっていうところで、皆さんご存知の通り前編と後編に分かれていて、でそのうち後編がブルーベリー学園、こちらに交換留学をすると、そのようなストーリー設定となっております。まあ、そこについては皆さんご存知かと思いますね。でその中で、まあ、ある程度イメージ画像みたいなものが公式から出ているので、雰囲気自体はねブルーベリー学園わかるようになってます。でその中で4人のトレーナーの姿がすでに明らかになっていて、かなり個性的な見た目になっていると。それなんだよな、名前まではわかりませんが、まあ、少なくともこの4人のトレーナーと今後戦うことになる可能性が高そうな感じがしますね。そして公式 PV にはこのなんだろう、4人のシルエットみたいな感じでしょうか、このシルエットが若干映っておりまして、でこれがこの4人じゃないかっていうことが言われておりますね。でこのブルーベリー学園の生徒4人といえば、インディゴディスクの予告編に登場する謎の人物4人と同一人物ではないでしょうか。まあ、今話した内容ですね、個人的には違うと思います。でブルーベリーアカデミー、まあブルーベリー学園ですね、戦闘に集中することは分かっています。この4人の教師は私たちが戦わなければならないのですか、この4人の人物が教えてくれるように、おそらく4人の生徒と一緒にトレーニングします。チャンピオンの評価を行い、彼らと対峙する必要があります。おそらく彼らはブルーベリーアカデミーのエリート4です。だとしたらブルーベリー学院のトップチャンピオンはっていうところで、日本語直訳されてるのでなんかえって感じの文章になっちゃってんだけど、まあ、何が言いたいかっていうと、まあこちらはね4人の生徒になっていて、まあ、それとは別に4人の教師がいるんじゃないかと。でここにいるのが4人の教師で、この4人の生徒とはまた別じゃないかっていうことが言われてますね。まあ当初は同一人物じゃないかっていうことが言われてましたけど、44で存在するんじゃないかっていうことが言われているので、もしかすると合計8人と戦うことができるようになるんじゃないかと、まあそういった話であったりとかで、流れ的にはまあスカーレットバイオレット、こちらと同様でまた授業を受けないといけないんじゃないかっていうことが言われていたりとかで、それとは別にこのブルーベリー学園のチャンピオンが存在するんじゃないかと、まあそこについては姿形がまだ明らかになってませんが、別途存在するっていうことが今海外では考察がなされている状況ですね。なるほどって感じなんだけど、いやけどどうなんだろうね、まあ、チャンピオンっていう概念そもそもあるのかっていうところですけどね。別になんかポケモンリーグがあるとか多分そういった話ではないと思うからさ、ちょっとそこのところは個人的には気になりますね。であとはそもそもの話として、ポケモン SV には第3の伝説ポケモンが存在しない可能性があるんじゃないかと、まあそういったことも指摘されておりますね。でこれが何でかっていうと、まあそもそも第3の伝説ポケモンの定義というか雰囲気というか、そういったところに当てはまりにくいんじゃないかっていうことが言われてますね。なので現時点でまあこれらのポケモンが今回明らかになっているわけですが、で第3の伝説ポケモン、まあこれが第3の伝説かって言われるとちょっと怪しいところがあるんだけど、もしかするとただのモブポケモンになるんじゃないかっていうことも言われてますね。いやけどさすがにモブポケモンではないでしょう。まあ伝説かどうかはね、ちょっと個人的にもかなり怪しいっていうことは以前から言ってましたけど、もしかすると違うんじゃないかっていうことが言われてますね。果たしてどうなんでしょうか。あとね、この2体のポケモンに関してはフォルムチェンジする可能性もあると、まあそういったことも指摘されてますね。しかもさ、
これどちらも伝説だったらさ、まあ、そもそも第3の伝説、第4の伝説みたいな感じになっちゃうからさ、まあ、確かになんかそれはそれでおかしな話になってくるからね。で、結局なんかうねる源、鉄のイサハ、こちら追加されましたが、現時点では純伝説でもなく、伝説でもなく、さらに幻でもないみたいな、この3段階ですからね。っていうところを踏まえると、まあ、どうなのかなっていうところはありますよ。まあ、むしろこの2体が純伝説級に該当する可能性があるからね。まあ、伝説と純伝説。で、さらに幻っていうのはまた違う位置づけですからね。まあ、ワンチャン幻のポケモンの可能性もあるけど、果たしてどうなんでしょうか。まあ、そういったことがですね、今言われております。まあ、どうなのかな。まあ、別に特になんか変化がないというか、別に伝説だからといって何が変わるわけでもないからね。まあそこはそんなに重要な内容ではないかもしれませんね。で、あとはこちら皆さん参加されましたか。まあこれね、一回取り上げたんですが、セレビアップデートっていうところでポケットモンスタースカーレットバイオレットパルディアプロローグっていうね、オンラインの大会が実は公式から主催されておりました。で、これの内容だったりとか結果っていうのはポケモンホームから確認することできますので、もしね、それ知らなかったよっていう方はポケモンホームで確認をしていただきたいわけなんですが、結構細かく出てますね。ポケモンの使用率であったりとかで、どのポケモンとタッグを組んでるのかとか、まあもろもろですね、かなり詳細な情報が明らかとなっておりますので、あれ見てるだけでもね結構面白いんですよ。で、それに加えて公式からの限定配布として、LP が確か配布されてるんだっけな、記憶が正しければ1万 LP だった記憶があるな。まあ、10万ではさすがないよな。1万じゃなかったっけ。まあ、そういったところで参加賞としてなんと限定配布も行われておりますから、もし参加された方はぜひ受け取ってくださいって感じですね。で、あとはこちらも取り上げていきましょうか。で、こちらですね、今かなり話題となっておりまして、まあ、サンダーの未来の姿じゃないかっていうことが言われておりますけど、ただどうなんでしょうね。これパラドックスポケモンって書かれていて、まあ、どうなのかなっていうところですけど、まあこれはこれでかなりね面白い感じになっていますが、タイプとしましては今のところは飛行とドラゴンらしいわ。だから電気がなくなってしまうみたいなんですよね。ええー、って感じなんだけど、確かになんか見た目的にもありそうというか、普通にありそうな感じがするけど、ただ未来の姿ってなんか怖いよね。自分だけ？なんかどのポケモンもそうなんだけどさ、どうなんだろうね。ちょっと気になる点ではあるけど、まあ様々な情報とか考察もなされていて、まあ非常にね面白いところではあるんですが、果たしてどうでしょうかっていうところですよ。で、あとはこれですかね。3人のヒーローポケモン、こちらですね、具体的にはこの3体指してるわけなんですが、猿と犬とあとキジか。で、まあ猿、犬、鳥というところで、まあこちらの3体のヒーローポケモン、まあこちらがですね、まあ、結局どうなのかっていうところ書かれていて、で、タイプであったりとか、あとは複合タイプじゃないかっていうことも指摘されておりますね。で、これっていうのは草タイプ、炎タイプ、水タイプ、その可能性が高いんじゃないかっていうことが言われていて、まあ、この追加コンテンツの前編かな、プレイする際にトレーナーが1匹好きなポケモンを選ぶことができるんじゃないかということが言われてます。ただなんかこれだけ見てみると、なんかめちゃくちゃ悪役っぽいっていうか、明らかになんかこいつの手先みたいなイメージなんだけどさ、これ本当かいなって感じなんだけど、果たしてどうなんでしょうか。で、あとはですね、こちらによく見ていただきたいんですが、なんだろう、提灯があると思うんですよ。で、提灯があるんだけど、ポケモンのタイプの模様がですね、こちら入っていて、まあ、これもこれでなんか意味深じゃないかっていうことが言われてますね。で、今のところは9種類のタイプがこちらに記載があって、もしかするともっとね広がっていて、他のタイプもこっちの方にあるかもしんないんだけどさ、こことかに。けどどうなんでしょうか。で、このタイプを
このタイプの組み合わせでこのポケモンたちのタイプが決まってくるんじゃないかみたいな話も出てますが、これはちょっとよくわかんないですね。うん、ただまあ少なくとも今のところはこの可能性が高いということが言われていて、これはあれか、格闘タイプ、まあ毒タイプってことで、サイキックって書かれてるのがエスパータイプということか、エスパーで、あとはフェアリーとポイズン、毒タイプか。でこれでしょ、でゴーストと格闘っていうところで、なんかあまり信憑性がない気がするけど、果たしてどうなんでしょうか。まあとりあえずね、そういったことが言われております。なんかちょっとこれ難しいですよね、どうなんだろうみたいなところがあるんですが、ただ追加コンテンツって結局なんか分かってるところってかなり少ないですよね。かなり少なくて、逆になんか分かってないことの方が多いですよね。まあそんな感じで、まあ、公式からはポケモンプレゼンツで、まあ、ちょっとしたムービーが公開されましたが、逆にそれ以外はね、分かってないところが非常に多くなっておりますので、もしまた公式から続報がございましたら、こちらのチャンネルで取り上げていきます。ですので、もしよろしければこのタイミングで高評価、チャンネル登録をよろしくお願いしますね。ではまた。